えー先週、冒頭新発線に乗ったら、羽田空港沖で、クジラに遭遇しました。村さんは東京湾でクジラを見たときありますかありますよ。えー、昔、あの、東京湾内ではないですね。えー、入り口えで、マッコウクジラの群れ。ちょうどね、シーラ釣りに行くときだったのよ。で、他の船がね、そのマッコウクジラに突っ込んで、お客さん、あのー、 海に落っこって、えー、乗っかってた人も怪我してっていうの事件はありましたね、えー、俺なんかその事件があったの知らなくてずっとクジあっクジラだクジラだって言ってクジラボッチングしてたの中にねそれ追っかけ回してる船がいたのよその船がクジラに突っ込まれたいやいや違う <laughs> 船が突っ込んだもうねもう俺,俺たちの船の上をねずーっとヘリコプターがねもうあの各社 日テレから、ねあのー、何かもう各社の,あのもうフジテレビから何かバーってヘリコプター飛んでて俺たちはこうワーって手振ってたんだけど <laughs> 手振ってたんだけどその事故の船だと思って俺たちの船の周りずーっとぐる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 、ねえー、やってましたけどまあ船長のところには山のように電話かかってきて「お前大丈夫かお前大丈夫か?」って言われたら「え何何があったの?」って船を突っ込んだり俺たちじゃねえよあの船は」とか言いながらね。 白、えー、徳遊覧船の事故、船が沈んだ場所は、よえー、沖から、え陸から 1km の場所だったのです、水温考えたら助かる方法はやはりなかったでしょうかないだろうね。沈み始めたのは多分、岸の近くだったと思うよ。そこでもって、沈むか沈まないか、誰も助けに来てくれるだろうっていうのもあるじゃん。だから、できるだけ船に乗っかってるじゃん。 ね、どうするとどんどん沖に流されていくじゃんそれが結局まあでも沈む時も結局沖に行きながら流れてると思うのよでもねあの水温だと 500m ーー泳ぐのはほぼほぼ不可能に近いと思うよ水温10度10度でも体動かなくなっちゃうからねあの一応中学校の時もっと水泳部だから水温10度だとねほとんど泳げない15度で 水泳部の人間でも1キロを泳ぐのはほぼほぼ無理に近いと思うよ。途中で足つっちゃうのよ。ねさあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン、YouTube ワードの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問、こんな疑問っていうのをですね、時間にお答えして、あの村たはじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。